の吉村又右衛門って僕の本当好きな人物あれだと2年経ったんだなと。それと豊臣秀吉に可愛がられた戦国大名福島正則は元和5年6月9日に突然改易された。理由は改名である。幕府に届け出をしない拠点である広島城を勝手に修復したというのだ。しかしこれは言いがかり難癖だった。徳川幕府が政権確立のために新豊臣派大名を粛清しようという政策の一環であった。が福島正則は素直にこの命令を受けた。正則は信州川中島ほかで4万5千石を与えられることになり川中島に赴いた。この時福島家の家臣たちは一斉に生死結伴して広島城にこもった。その先頭に立ったのが福島春重、大崎長幸、吉村又右衛門の3人である。3人はいずれ劣らぬ知遊兼備の名将として知られていた。城を引き取り出した幕府の使いも広島城を前に立ち往生した。このことを知った正則は自分も素直に川中島に移った。お前たちも城を明け渡せという親書を出した。これによって2000人の家臣団は城を出た。そして浪人となった。多くの大名がつてを頼ってそれぞれの武士に家へ来ないかと再就職を誘った。それほどに福島武士の評判が高かったのである。この時最も高い石高を示されたのが福島春重、大崎長幸、そして吉村又右衛門であった。吉村は浪人すると屋敷で働いていた連中に相応の金品を与えて暇を出した。自分は伊勢崎に小さな家を構えた。入り口に吉村又右衛門という札を出しておくといろいろな人間が訪ねてきた。うるさいので又右衛門は札を引っ込めてしまった。しばらく経ってかつての仲間だった大崎長幸が訪ねてきた。紀州の徳川家から誘いが来た。断りきれないので仕官することにした。糸間越えに来たと言った。これを聞くと又右衛門は戸棚の中から小さな箱を持ってきて50両の金を出した。選別だ、持っていけ。大崎は辞退したが又右衛門は聞かず無理やり大崎に金を渡した。これを見ていたのが妻と娘だ。大崎が礼を言って去ると夫に食ってかかった。浪人後私たちは生活費を切り詰めてこのように貧しい暮らしを我慢してきたのにあなたは何ですか。そんな大金を隠していて私たちが困っているのを黙って見ていたのですか。この抗議に対し又右衛門は一言うるさいと言った。妻と娘はなおも必要に食ってかかり箱の中の残った金に手を伸ばした。又右衛門はその手をピシッと打ち、お前たちには所詮わしの武士道を守る生き方が理解できない、離縁する、さらばじゃ、そう言って家族を追い出してしまう。一人になった又右衛門は暮らしに困って傘を作る内職を始めた。この傘の評判が良く人々は吉村傘と名付けて次々と買いに来た。又右衛門が嫌うのは何よりも自分の名前、名が世に出ることだ。広島で有名だった吉村又右衛門がここにいると言われることが何より嫌だった。自分は浪人だ、浪人はひっそりと世の中の片隅で暮らすのが道だと考えていたからです。内職の傘が売れるにつれ自分の名が再び世に出始めたので又右衛門は傘の製作をやめた。
そして布の覆かぶりをして土番人になった。ところがやはり顔を知っている者がいて、吉村又右衛門が辻番人をしているという噂が流れた。そうなると多くの人が用もないのに辻番所にやってきては又右衛門を見物する。うるさい見物人は次第に増えるばかりだ。又右衛門は辟易した。そこで辻番人も辞めてしまった。一切の内職も辞め家に引きこもったが、生活費が乏しくなってその暮らしはいよいよ追い詰められていった。この評判を聞いたのが伊勢桑名の藩主松平越中の神定綱である。定綱は前々から福島正則の家臣たちに人材が多いことを知っていた。特に三羅ガラスとしての福島春重、大崎長行、吉村又右衛門の名は高かった。その又右衛門が近くの伊勢崎にいると聞いて、何としても又右衛門を召し抱えたいと考えた。そこで使いを出した。又右衛門も友人の大崎長行の在籍官が生活費も乏しくなっていた。この辺でそろそろ浪人の足は洗おうと思った。承知した。また戸棚もなきは中をかき回して、大切に保存しておいた武具を取り出し、それを担いで桑名に向かって歩き出した。すると驚いたことが起こった。それはかつて吉村家に仕えていた家臣たちが、私もお供させてくださいと突然飛び出してきたのである。一人ではなかった。桑名城が近づくにつれどんどん数が増えた。これが美談となって松平定綱の耳に入った。異様な格好をした吉村又右衛門一行はボロボロな姿にもかかわらず、心に錦を着て堂々と桑名城に入城した。松平定綱はこれを見て世の目に狂いはなかった。吉村又右衛門、日の本一の者のなりと喜んだ。はい、終わります。吉村か。はい、吉村又右衛門には息子が一人いた。彼は死ぬ間際にこう言葉を残した。わしは浪人道を守って、その力で松平さんの自分を得た。お前とは関わりはない。したがってわしの禄はお前に引き継がせない。お前は自分の力で禄を稼ぎ出せ。政治家であれ経営者であれ、異性が必ずしも悪いわけではない。虎の子に猫はできぬの例え通り、立派な小屋の背中を見てきた子はそのほとんどが優秀である。しか己の子は一代限りでリセットし、子はまた一から出直せという又右衛門の厳しさには胸を打たれるものがある。嬉しい。